国の温泉の中から、気象4選出の名湯を紹介いたします。塩の湯温泉、マストミ温泉、有馬温泉、七里田温泉です。まずは高濃度炭酸泉の七里田温泉。日本最強の炭酸泉と言われています。有利二酸化炭素が 1000mg 以上の温泉。炭酸水素泉とは炭酸の濃さが違います。スーパー銭湯との違いは、マグネシウム、ナトリウム、カルシウム、硫酸塩など、たくさんのミネラル成分が入っていること。しかも源泉かけ流し、循環湯とは新鮮さが違います。まるで炭酸飲料の中に入ってしまったかのような泡吹き、ラムネ風呂そのものです。しかも源泉の温度が0光線ではなく、36.5度の温泉であるのは、奇跡です。入浴することで血圧が下がる温泉。心臓病に特に効き目があります。次は新潟県胎内市にある塩の湯温泉。岩稜祖先の名湯です。温泉水 1kg 中に、溶化物イオンも 10mg 以上含む温泉。2014年7月に追加された新しい泉質です。浴槽の温度は46度。岩稜祖、ナトリウム、塩化物強塩泉なので、体への刺激が大変強く、かけ湯を何度もして入れる温泉。ドバドバのかけ流し、マニアムはたまりません。長湯はできませんが、パンチがありすぎる温泉です。こちらの浴槽は隣にあるサウナの水風呂です。この水風呂に入って体を十分冷やせば、隣の激熱湯に簡単に入ることができます。必殺攻略法です。岩稜祖先は殺菌作用が高く、気になるコレステロール値を下げたり、動脈硬化の予防効果があります。また飲用することで甲状腺ホルモンを刺激し、新陳代謝を高めてくれます。次は山梨県北杜市にある、マストミラシウム温泉、放射能泉の名湯です。放射能泉は、温泉水 1kg 中に、ラドン含有量が50万系以上の温泉です。こちらは足元風質の極上泉。泉温は20度しかありませんが、冷たくはありません。泉質は岩二酸化炭素、放射能ナトリウム塩化物冷光泉。なんと希少泉質の放射能泉と、高濃度炭酸泉のダブル泉質。しかもナトリウムのミネラル成分で、体が温まります。放射能泉は痛風に効能があるほか、新陳代謝の向上、免疫力の向上、抗酸化作用が期待できます。最後に、兵庫県神戸市にある有馬温泉、岩石泉の名湯を紹介します。西の横綱、有馬温泉、天下人、豊臣秀吉は別荘を作り、金泉をこよなく愛されました。金泉の泉源の一つ、天神泉源。泉質は岩石、ナトリウム、塩化物強塩泉、海水の2倍近くの塩分濃度があります。さらに鉄分を豊富に含むため、鉄サビ色の真っ茶色や赤だしのように色づく温泉です。そして有馬温泉で源泉かけ流しはとても希少です。ここ上尾では 100% 完全源泉かけ流しを楽しむことができます。こちらの温泉は、金泉である天神源泉に最も近いため、濁る前の透明のままで湯に溜めることができます。そのため、小さな湯船ですが、本物の温泉を味わうことができます。岩石泉とは、鉄分を含む温泉のことで、水 1kg あたりに鉄分が 20mg 以上含まれる温泉を指します。鉄分を多く含んでいることから、人の体内で血を作る働きを促してくれるため、貧血症の改善が期待できます。